さて今回は太陽ホールディングス社長の佐藤さんとバドミントンの奥原選手をゲストにお迎えしています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今回はフィールドは違えど常に戦い続けているお二人の強さの秘訣に迫っていきたいと思います。まず今日ですね、収録しているスペースなんですが、こちら池袋本社の16階にありますフリースペースなんですよね。そうですね、我々通称ちゃぶ台スペースと呼んでます。ちゃぶ台、はい、岡田さん、この雰囲気どうですか？いや、もう会社とは思えない雰囲気ですよね。本当にこう自宅なんですかね、この雰囲気は。でも今の時代に先行しているこの会社の一角といいますか、さすが業績今右肩上がりの会社の雰囲気を醸し出しているかのような。もともとここであの会議をしたりすることを前提に作ってまして、リラックス、はい、リラックスして会議ができるようにそのフローリングの床にこうペタッと座って、床暖も入ってまして、このフロアであのヨガをやったり、ラジオ体操をガチでやったり。佐藤さん、これヨギ棒っていうんですか、このクッション、はい、これは座って寝ていいんですか？そうですね、座って私もたまにあの横になってます。これヨギ棒に座りながら会議してもいいんですか？はい。あ、本当ですか？もう相当大変な体験ですから。それも許される会社ということなんですね。わ、はい、かりました。では今日の本題に移っていきたいと思います。お二人はですね、やる気を出すためにここぞという場面で必ず食べるものありますかということですが、岡原さんどうですか？試合が海外が多いのでこれというものはないですけど、できるだけお米を食べるようにしています。海外にも持っていくんですか？持っていきます。それはこう例えば佐藤さんを前にして言うのもあれですけど、佐藤のご飯で食べるんじゃなくて、ヨーロッパになると炊飯器を持っていくんですか？炊きますね。やっぱりお米食べるとなんかエネルギーになるとかってあるんですか？なりますね。炭水化物を取りながらあの脂質を抑える、本当にベストな日本人に合った炭水化物を取る一番の道かなと思っているので。佐藤さんは試合ではないですけど、例えば商談の前とか何かこう大切な会議の前とかあります？あの株主総会とかってある程度こう時間もかかるし、お腹痛くなったりしてもいけないんで、なるべくできれば食べたくないんですよね、うん、そういう時はお餅を食べるようにしてます。あ、お餅だといいって言いますね、はい、持続するし、はい、粘り強い感じしますし、なんかこう後でお腹痛くなったりするリスクもないじゃないですか。そうですよね、うん、まあ、例えば、まあ、海鮮とか海産物とか、うん、まあ、生で当たるというリスクもないですよね、うんうん、やっぱりその原点はじゃあお米になるんですね、そうですね、2人ともね。そうですね、はい。ではですね、勝負事の前に何かこう他にですね気合を入れるためにすることというのはお母さんありますか？決まったことはないですけど、もうとにかく勝負事の前に限らずに自問自答は常にしています。自分と対話を、例えば、まあ、自分で頭で何をしなきゃいけないっていう今この時点であったとして、でも自分の本心、自分の直感っていうのはどう考えているのか、でも自分のこの直感だったり本心に逆らってまでそれを行動したら、まあ一つストレスにもなりますし、そういったところをやらなきゃいけないことと自分の本音が合ってるのかどうかっていうすり合わせはするようにしています。すごいこうロジカルな考え方で驚いたんですが、普段からそうなんですか？そうですね、いろんなこう視点から考えながら、でもやるのは最終的に自分なので。私はあのてっきりあの左足から靴下を履くとかそういうことだったと思ったんですけど、全然違いましたね、佐藤さん ね。佐藤さんは何か気合を入れるためにすることはありますか？気合を私はあんまり入れないっていうことを心がけているので、あのむしろ普段座禅やるんですけども、座禅っぽいことを瞑想みたいな感じですかね、うん、1、2分こうリラックスするっていうのが気合を入れないようにしてるんですけど、逆にこう、まあ、邪念も取り払うみたいな。リラックスした状態がいいかなと思ってて、あんまりこう興奮した状態というか、あのビジネスの世界ではあんまり必要ないので、うんうん、そしてですね、去年は誰にとってもですね、まあ、普段とは違う特別な一年になったかと思います。
お二人にとって2020年どんな1年だったんでしょうか。岡原さんどうですか。本当に多分皆さんにとってもアスリートにとっても大きな一つの壁が来たんじゃないかなと思ってます。私たちバドミントン競技は常に海外を転々としながらツアーを回りながら自分の課題だったり克服していくんですけど、試合が本当に全くなくなってしまって、はい、どこの試合にピーキングを合わせに行ったらいいのか、先が見えないっていう中でのモチベーションの保ち方っていうのが本当に、すごく苦労しましたね。私の場合はその大会があって、その大会から逆算をして考えるタイプなので、その目標、大会がなくなってしまった時にどうこう毎日をプランを立てていけばいいのかっていう、そのプランの立て方っていうのが大きく変わりました。実際にどうされたんですか。大会ではなくて自分のこう目指すべきプレーのイメージを具体的に作るようにして、そのプレーイメージから逆算をして、今じゃあこれに取り掛かなきゃいけないっていう優先順位を決めて、毎日の練習課題を持って取り組むようになりました。なんかそう負ける心というか負けてしまうっていう時はなかったんですか。もちろんありました。でもそれも含めて岡原のぞみってやっぱり人間なんだなっていうのを感じながらやばい自分もいながら、でもだからこそいろんな人の気持ちも理解しながら、ただトップアスリートとしてあるべき姿っていうのはこうなんだっていうのをぶれてはいけないなと。こういうふうに当たり前に見られたスポーツ、やれてたスポーツ、見られてたエンターテインメントが見られなくなって初めて、あ、やっぱりこういうのって必要だよなって思ったんですけど、佐藤さんどうですか。そうですね、特にスポーツですかね、私の場合は。早くスポーツ再開したらいいのになっていうふうに思ってました。そうしたら出なくてもテレビで見られたりするじゃないですか。逆に、はい、なので早いところスポーツは再開した方がいいんじゃないかなって常々思ってましたね。そうですね、嬉しいですね。嬉しいですか。はい、はい、そして佐藤さんも経営者としてやはり2020年というのは特別な1年になったと思いますが、どうでしょうか。当初そのコロナがこう起き始めて緊急事態宣言になった頃は本当に何が起きるんだろうみたいな感じでこう身構えた時期がまずあって、その後実は会社にはそれほど大きなインパクトがないっていうことが後にこう分かってきて、それからですかね、もうじっくりこう会社って何のためにあるんだみたいなことばっかり長いこと考えるようになりましたね。根本的なところに立ち返った、はい、大変な会社がやっぱりたくさんあるわけじゃないですか。で我々みたいにたまたま恵まれてたところもあって、この違いって一体何なんだろうなとか、逆に今だから我々がやんなきゃいけないことは何なんだろうなみたいなことをすごく考える時間になりましたね。そういった話聞いた岡原さんどうですか。やはり今現状の会社の業績も冷静に分析して、今たまたま業績がいいから、例えば私に例えると勝ってるから結果がいいから満足せずに、その結果ってどういうことから紐づいてるっていうのを分析する、常にこう考えているっていうところが、結果がいい時悪い時関係なく分析して次に向けていかなきゃいけないなっていうのは刺激をもらいます。やはり通ずるところはありますか。考えます、私も考えるタイプなので。佐藤さんも岡原さんの話聞いて通ずるところあります。そうなんですね、いつも学ぶことばかりなんですけど、ね、すごい考えてるじゃないですか岡原さん。そうなんですよ、私もこうやってお話伺ったりテレビでインタビューとか記事読むと、はいはい、本当にしっかりしてるんですよ。20代ですよね。25ですね。半分ぐらいですね佐藤さん。どうですか。本当にね、いつもすごいなと思ってお話聞いてるんですけども、私は本当に考えてるようでまだまだだなって言ってます。いや、偶然ってもちろんその運もあると思うんですけど、それも全て含めて必然だと思っているので、そういう必然の確率っていうのを自分の力で引き出すには、やっぱ常に考えて行動して、常に現状維持ではなく満足せずに進化していくこと、姿勢が大事だなと思っています。お話だけ聞いてるとすごく岡原さんスポーツ選手というよりも経営者っぽい感じがするんですけど、どうですか佐藤さん。見てると思います、ね、見てると思います。どうしてね、そういう思考回路になったのかすごく不思議なんですけども。その質問は本当に今までもよく聞かれるんですけど、なんでですかね、自分の能力っていうのは本当に小さいって思ってるので、このちっちゃな能力でどこまでこう自分がでも負けず嫌いなのでこう上り詰めていけるか
自分の強みは何だろうっていうのは常に考えて、自分の強みは絶対折れずに芯を持って、そこにいろいろ味付けをしていこうと考えています。岡原さん負けず嫌いということですが、佐藤さんは負けず嫌い？負けず嫌いなんでしょうねそんなにこう意識したことはないですけど、おそらく負けず嫌いだと思います。現状には満足しない感じですよね。そうですよねそうじゃないとも自分では思ってるんですけど、多分まあ比較論なんで負けず嫌いなんでしょうきっと、はい、やっぱり似てるところがあるかもしれませんではですね、奥原さん、このコロナ禍でね、やはりモチベーション、コンディションを維持するというのは難しかったと思うんですけれども、はい、ご意見いただけますでしょうか。先ほども私少しお話ししたんですけど、自分の本音、本心と向き合いながら、妥協するときは妥協する、その代わりにやるときはやるという、そのスイッチのオンオフがすごく大事なんじゃないかなと思っています。もちろんスイッチを入れて常にこう全力疾走するのはいいことだと思うんですけど、必ずどこかで人間なのでバテてしまうので、まあ、そのバランスといいますか、それを自分の本心と本音とうまく付き合いながら、抜くときは抜く、でもやるときはやるっていう、そのメリハリっていうのが大事なんじゃないかなと思います。なので怠ける自分も受け入れながら、こうどんな自分も受け入れながら、そんな自分とうまく付き合っていくことが大切なのかなと考えています。なるほど。仕事をする上でもやはり常に勝ち続けられるわけではないから、うん、例えば、まあ、負けた時とか、はい、弱い自分というのもきちんと理解して受け入れる考えというのも必要なんでしょうかね。そうですね。そういう大きな心で自分というのを受け入れてあげたら、もっとすごく楽に毎日楽しく過ごせるんじゃないかなと思います。佐藤さん、参考になるところありますか？そうですねなんか聞いてるだけでなんか悟されてる、悟されてる